ここまで全くいいところがなかった水戸、64分ゴール正面で得たフリーキックを赤星が豪快にシュート。これが見事ゴールに突き刺さり、水戸がまず1点を返します。この1点で目覚めたのか、さらに水戸は74分パスを受け赤星がまたもミドルレンジから豪快なシュート。これが見事にゴールネットを揺らし、水戸が同点に追いつきます。ゴールを決めて、これほど冷静な選手はあまり見たことがありません。